はい、皆さんこんにちは、鉄拳プロジェクト、リーダーを務めてます原田です。そして開発のトップである、はい、どうぞ。はい、鉄拳8のゲームディレクターの中津です。よろしくお願いします。はい、今日はこの2人でお届けします。というわけで、早速ね、今日初めて、鉄拳8のこの実機を使いつつ、まあ、映像も満載で、ニューゲームプレイメカニクスということで、我々が、解説をしていきたいと思います。はい、こういう試み自体が初めてですよね。そうですね、初めてですね。うん、はい、というわけで皆さんちょっと、今日は鉄拳8、あ、こんな要素があるんだと思いながら、見てもらいたいなと思います。というわけで早速じゃあ行きましょうか。はい、行ってみましょう。はい、はい、バトルコンセプト、今回アグレッシブということで、まあ皆さんこれもう耳にした方も、多いかと思いますけれども、改めて、今回のこのテーマはもちろん、ゲームシステム、ももちろんそうなんですけど、まあエフェクトであるとか、こうステージの演出であるとか、まああらゆる、このゲームの中に出てくる要素に対して我々はテーマの、キーワードとしてアグレッシブというのを使っています。これまた今回初めて皆さんに説明するゲームシステムにも、大きく関わってくるところなので、このキーワードを覚えていてください。アグレッシブです。はい、はい、というわけで、このコンセプトのディティールビジョンということでね、まあプレイしている人と見ている人、双方に、バトルシステムや、まあ進化した映像表現、先ほど言ったような、ね、エフェクトも含めた、カメラワークとか演出も含めたところで、シリーズ最高の、まあ、爽快感を提供したいなというふうに思ってます。そして目指すゲーム性のところですね、そこはあのディレクターから説明します。はい、そうですね、バトルで、目指すゲーム性としては3つ、大きく、ポイントを掲げております。まあ、1つは、攻撃を仕掛ける側より楽しめるような、バトルにしたいというところが1点で、次に、より分かりやすい勝負どころだったりクライマックスのような体験ができるようにする。でもう一つは、まあ、キャラクターの個性や特徴を強化してよりアグレッシブに戦えるっていうようなバトルシステムを目指しています。じゃあ早速、バトルシステムの方を紹介していきたいんですけども、まあ、今回紹介するのはこの4つですね。まあ、レイジシステムと、回復可能ゲージ、ヒートシステム、コントローラースタイルとなってます。まずは、既存システムの変更点から紹介していきます。1点目が、レイジになります。まあ、皆さんご存知レイジはね、昔からもう6の頃から導入されているシステムですけど、まあ、今回、まあ、いくつか変更点があるのでその詳しいところをちょっとお願いします。はい、そうですね、まずレイジ状態っていうのは、体力が一定以下になると自動的に発動します。で、体力バーだったりキャラクターにこう赤いオーラが出て攻撃力がアップしたり、レイジアーツという大技を打てるようになります。でレイジアーツは体力自分がね減ってれば減ってるほどダメージが上がる仕組みなんですね。そこのより逆転要素が、逆転要素の仕組みの部分は、鉄拳8でも継続しております。でレイジアーツは、まあ、こんな感じですね。はい、では今回、レイジャーズは、共通のコマンドになっております。で大ダメージがいくと、はい、いうことで、まあ、必ずしもレイジアーツを出すのが正解ではなく、まあ、レイジ状態をね、上手い人なんか保ったまま、まあ、攻撃力が上がった状態で手数で勝負するっていうようなそういう戦略も取れますので、まあ、レイジ、これからちょっとね遊んでみる人はぜひセブンでもここは体験できますので遊んでみてください。はい、あとまあ1点、そのレイジ中の、特殊アクションとして鉄拳セブンに存在していた、レイジドライブは、ヒートシステムと役割が被るので今回は、廃止しております。初めてねなくなる要素と。そうですね、はい、もうどんどん足しちゃうとやっぱり複雑化するので、一旦整理して、レイジドライブ自体は、なくなっています。はい、はい、というわけで、じゃあさっきねレイジアーツ、コマンド統一したって言ってましたけど、もう少しちょっと補足しましょうか。はい、具体的にどういうコマンドになってるのかと、より簡単な方法があるかと。はい、そうですね、基本的には全キャラクター共通で、まあ、斜め下、右下と両パンチで出ます。はい、この辺にコマンドが出ると思いますけど、はい、で、まあ、こういうコントローラーの場合は、PS5 の場合は
こう R2 ボタン、うん、で、ワンボタンで、レイジアーツが発動できます。そうですね、セブンでもあのワンボタンで出るように一応してますけど、はい、今回のここは継承してるということで、はい、じゃあついに今回の完全新規要素ということで、まあ、完全新規というのかな、ある意味実はタッグでは多少あったんですけど、また、そのシステムが新しくなってるんで、どうぞ説明してください。はい、今回、体力ゲージに、回復可能ゲージというものが、追加されています。で、この回復可能ゲージっていうのは、空中コンボのダメージの一部が回復可能として残ったり、特定の大技をガードすると回復可能になる部分として残るので、結構、バトルの、ヒートシステムと対をなすぐらい重要な、システムになっています。で、鉄拳のタッグシリーズの、まあ赤ゲージに似ているんですけども、まあ、特徴的なのは、まあ、時間経過による回復がないっていうところですね、うん、そこが大きいよね。はい、うん、なんで、普通に休んでいても、体力が回復しないので、どうやって回復するかっていうのを今から説明します。はい、やっぱアグレッシブっていうキーワードを設定しているので、より攻撃的な行動をすると体力が回復するというふうに、うん、我々は考えて、攻撃をヒットさせたり相手にガードさせることで体力が回復していくっていうような、仕組みにしました。あのイメージで言うと、なんかアドレナリンが体内から出て、うん、受けたダメージがこう回復していくような、そんな感じで積極的に手を出すことで、回復可能ゲージ部分の体力が回復していきます。そうですね、だからタッグとかタッグ2であったこうありがちなね、こうちょっと回復してこう体勢立て直したいからってこうバックダッシュ、うん、キャンセルバックダッシュってこう消極的にやっても有利にはならないというところですね。そうですね、積極的に手を出して回復しながらも攻め続けるっていうのが大事になります。そういうことになります。じゃあ実機で見つつ、もう少し細かい解説をしたいですね。白ゲージが、先ほど攻めないと回復しないと言いましたけど、白ゲージ自体がどう残るのかってところですね。大技をガードさせるとこんな感じで、うん、白い、回復可能ゲージとして、体力の、表示に残るようになってます。で、この白ゲージ自体は、時間経過で消えるわけではないっていうね。そうですね、うん、ここは時間経過では消えないんですけども、まあ特定の攻撃などで、攻撃側が相手の回復可能ゲージ部分を消すこともできます。消すってこともできるし、はい、今ちょっと下段とか例えば当てると、まあ、こういう形で、ね、ダメージ分こう寄っていく感じですよね。はい、うん、で、回復可能ゲージが残っている側は、止まっていると回復しないので、手を出して、攻撃を仕掛けることで回復するようになります。積極的な行動しないと彼は回復しない、まあ、まさにこのコンセプト通りの仕組みになっていますね。はい、はい、というわけで、もう今回のね核となる、システムですけど、ヒートシステムを詳しく説明したいと思います。まあ少しだけ、アメリカのね USA のリージョナルファイナルで、トレーラーをもとに、簡単にですけど、説明しました。まあでもあそこではもう全然全容が分からなかったと思うので、今日はそこを深掘り、していきたいと思います。はい、じゃあ皆さんお待ちかねの、ヒートシステムについて、説明していきます。はい、ヒートシステム自体は、まあ、本当に一言で表すと、まあ、圧倒的に攻め得なボーナスタイムになってます。一定時間、強化覚醒状態のようになり、まあ、駆け引きや攻めの起点を、まあ、自分で作ることができるっていうのが、大きな特徴になります。まずはヒート状態をお見せしましょう。まあ、簡単なヒート状態の入り方が、まあ、1個あります。はい、まあ、こうやるとヒート状態になって、キャラクターに青い炎が、まとったり、ヒートタイマーと呼んでるタイマーが減少していきます。具体的にはどの操作で今出したか、具体的には、まあ、この R1 ボタンに設定されているんですけど、うん、ね、ワンボタンでね、はい、ワンボタンでヒートが、いつでも発動可能になっています。うん、そうすると体力ゲージの下にあるタイマーが減少していって、まあ、何もしないと10秒でヒート状態が終了します。まあ、でも割と
長いよね、意外にね。そうですね、効果時間、はい、まあ、10秒あの基本的に10秒なんですけど、まあ、実はこのヒートタイマーの現象っていうのは自らこう止めることができまして、まあ、これも相手に技をガードさせたりヒットするとタイマーがこう止まっているのが分かると思うんですけど、なんで攻め続けるとヒート状態を維持したまんま、バトルを継続できるっていう相手を押し込んでいける、はい、特徴があります。ね、だからここももうコンセプト通りしっかりアグレッシブにやっていった方がより有利だよ。そうですね、防戦一方だとより不利だよっていうところで、ね、はい、攻めてる側がやっぱり、うん、メリットがあるように設計しています。はい、ではヒートの発動条件に関してですけども、2つあります。1つは、このヒートバーストと呼んでる、まあ、自らの意思でヒート状態になる、こちらが、1つのヒート状態に入る方法になります。これもワンボタンでね、これもワンボタン、はい、さっき言ったように入れると、もう1つはヒート発動技というものが各キャラクターに複数設定されていて、こんな感じで相手にヒットさせると走りながら近づいてプレッシャーをかけて、まあ圧倒的に有利な展開を作った上で攻撃を仕掛けられるというような発動方法があります。ヒート発動技自体は各キャラ一つではありません。主に平均すると大体5個前後ぐらいありますね。結構あるね。そうですね、まあ、なんで5個前後あるかっていうのは結構その戦略に影響するので、各キャラクターの特性を見ながら、複数設定しています。じゃあ、まずは初心者というか、まあ、今回から始めてみようかなって人はこの5つの技をまず中心に覚えるっていう、こう分かりやすさみたいなところはやっぱあるんだよね。そうですね、やっぱそこを意識して、作ってますね。やっぱりあの鉄拳ってすごくたくさんいろんな技があるんですけど、うん、まずどの技から覚えたらいいかっていうのを分かりやすくするためにヒート発動技をいくつかキャラクターの特徴的な技に、設定することで、まあ、昔でいう何ていうんですか、うん、インストカードみたいな、あーアーケードのね、まあ、筐体に貼ってあった、はい、筐体に貼ってあったような、まずこれを覚えようみたいな、まずこの技だけ使えばそれなりに遊べるよっていうようなところを意識してヒート発動技を設定しているので、初めて使うキャラもヒート発動技を覚えれば、うん、まあ、それなりにあの戦えるしかっこよく戦えるようになってます。うん、まあ、何よりもね、キングとかすごい技数多くて、もうあれ格闘ゲーム界でもギネス記録取れるぐらいあるけど、めちゃくちゃありますからね。また僕個人的にはキングは使わないけど、今回のこのヒートが入ったことで実はすごい面白くなってるから、そのキングの俺ヒート発動技だけをまず覚えて、うん、それだけでも結構あんまキング使わない俺がすごく使えるようになって、ね、そうですよね。だから使えるキャラの幅も既存のプレイヤーにとっても増えるし、うん、まあ、初心者にとってもいろんなキャラにこうトライアルしやすい形にはなってるってことだよね。そうですね、うん、まずはやっぱりヒート発動技を覚えるっていうのが鉄拳と上達への近道になってます。じゃあ実機でさっきのねヒートバーストとヒート発動技とのこう、まあ、違いも含めて、はい、もう少し細かいディティールを説明してもらいましょう。はい、じゃあまず、ヒートバーストですけども、ヒートタイマーが、存在していればいつでも、発動可能です。こんな感じで、はい、相手に、振り下ろし攻撃を、仕掛けながらヒートを発動するっていったような特徴があります。でこちらの攻撃は、まあ、相手に攻撃をヒットするか、まあ、ガードさせても自分が有利な、フレームになるので、まあ、多少その攻めが継続しやすいっていったような特徴があります。さらに、これ実は空中コンボのパーツとしても利用可能ですので、例えば、相手を浮かしてこのヒートバーストを当てるっていうような使い方もできます。覚えやすい、はい、ワンボタンでいつでも発動できるし空中コンボにも組み込める、はい、あとはですね、どうしてもヒートを発動するときに攻撃が出て隙が出ちゃうんじゃないかみたいな、うん、ちょっと懸念があると思うんですけど、実はこれあのヒートバースト自体をキャンセルして何もしないってこともできます。なるほど。なので、遠距離で発動したい場合はそういうキャンセルを使ってヒート状態に入ることもできるのでご安心ください、うん、これ空中コムに組み込めるということはちょっと7ではできなかったような空中コムもできるってことなのかな。そうですね、バウンドのようなやられが出るので、うん、
例えば、まあ、こんな感じで、はい、うん、鉄拳6ライクな空中コンボも確かに確かにできますよっていう、うん、なんか見てて新しいのに懐かしい感じがして、そうですね、そういったところも、楽しんでもらえればなと思います、うん、そうですね、まあ、オリジナルの空中コンボみんな見つけてください、はいはい、続いて、ヒート発動の2つ目の方法ですけども、各キャラクターに、まあ、5つ程度設定されているヒート発動技というものがあります。こちらの特徴は、相手にヒットさせると、キャラクターが相手に詰め寄って大幅に有利な、フレームで攻めを仕掛けることができるっていうのが特徴になっております、うんうん、仕掛けれるし、まあ、攻め技から出てるからそのまま結構継続しやすいですよ ね、 そうですね、相手のやられのリアクションによってちょっと、違いますけど、はい、うん、まあ、チャンスとかクライマックスはここだっていうポイントがこのヒート発動技によって分かりやすくなります。まあ、プレイしてる人はもちろん見てる人にもね分かりやすいポイントになってるんで、はい、あ、これが出たら間違いなく、まあ、攻めが継続するというか、そういう、こう駆け引きの、まあ、起点になるポイントなので、まあ、理解しやすいということですね、はい、まあ、というわけで、ね、先ほどの説明あったように圧倒的に、まあ、攻め得なボーナスタイムがヒートシステムということで、まあ、この一定時間の、強化時間ですよねにおいて、まあ、駆け引き攻めの起点を作ることができる、まあ、どういう、攻め駆け引きそして起点があるのかところは、詳しく、説明してもらいましょう。どうぞ。はい、ヒート中にできることは大きく3つあります。まあ、1つは、ヒート中専用のアクションを出すことができるっていうものです。それと、全ての攻撃を相手にガードさせたときに、まあ、削りダメージっていうようなものが設定されていて、それが先ほど説明した回復可能ゲージとして相手の体力に残ります。うん、でまた、キャラクターの個性や特性が、強化されるっていうような特徴もあるので、これから詳しく説明していきます。ちょっと質問があって、そのヒートタイマーの横に実はこの鉄拳8みたいなね、はい、鎖の8みたいなこうマークが出てます。 ね、これが何なのかということをちょっと説明してもらえますか。はい、このヒートタイマーの横にあるこの鎖のようなアイコンは、ヒートエナジーといいまして、うん、ヒート中の専用アクションで使用します。でヒート中の専用アクションは、2つできることがあります。1つは、ヒートスマッシュといったような強力な技が出てる、うん、このヒートタイマー中にしか出せない技ってことですね。そうです、はい、それがその一つこの8っていうこのねマーカーを消費することで出せる、エナジーを消費して出せるってことね、はい、うん、これが一つあります。はい、でもう一つは、ヒートダッシュっていうものがありまして、ヒート発動技を、キャンセルしてダッシュすることが可能になります。うん、まあ、こちらも、ヒートエナジーを消費して、キャラクターがダッシュします。なるほど。このスマッシュはなんかこう強力な技っていうのが分かりやすいんだけど、はい、このダッシュはどういうところで使えばいいのかみたいなのをもう少し説明してもらえる？そうですね、ヒートダッシュは、まあ、本来、ガードされると、まあ、大きな隙が出てしまうような技を、うん、まあ、キャンセルしてそのガードの、フリーフレームを、減少することができるっていうようなものと、うん、そのヒットした時に、ヒート発動技をキャンセルして空中コンボにつなぐことができる。なるほど。これは結構すごい特徴だね。はい、実際やってみると分かるんですけども、まあ、ヒート状態に入って、まあ、こういう技、普段はこういう叩きつきのやられが出るんですけども、ヒートダッシュを行うことでやられが変わってこう空中コンボを決めることができると。うん、こんな感じなので、かなり重要なシステムになっています。はい、じゃあ、まあ、なんとなくあれ方分かったんだけど、これヒートエナジーが発動方法によって数が違って見えたんだけど、そのあたりも全部説明してもらえるかな。はい、まずそうですね、いつでも、簡単に発動できる、まあ、ヒートバーストの方はヒートエナジーが1つ獲得できます、うん、まあ、1つついてるもんね、はい、今ね。ただ、1つであってもヒートスマッシュヒートダッシュを、行うことはできます、うん、まあ、どちらかが、はい、どちらかに使用します。選んでできるということでね。はい、次に、まあ、相手に技をヒットさせないといけないというヒート発動技の方は、
見てもらうと分かるんですけども、うん、ヒートエナジーを2個獲得できます。ってことは、ヒートダッシュを行った上でさらにヒートスマッシュを当てることができる。なるほど、それは強力ですな。こともできますし、うん、ヒートダッシュ2回行うこともできるので、キャンセル、はい、なるほど。まあ、それはじゃあこう多分駆け引きの中で使い分けになるね。ですね、あの相手の、技の隙にヒート発動技をうまく叩き込めば、まあ、あのダメージも与えつつ、うん、ヒートエナジーも2つゲットできて、うん、まあ、その後どう攻めてやろうかなみたいな、まあ、楽しい、攻撃の設計ができるようになります。まあ、単体で使えばこのいわゆるレイジドライブ的な使い方にもなるってことですね。そうです、まさに、ヒートスマッシュは本当に、うん、鉄拳7でいうレイジドライブのような、うん、本当に強力な攻撃になってますんで、うん、うまくあのダメージを奪いたかったり仕掛けたい場合はヒートスマッシュを積極的に狙うと、うん、あの大きなリターンを得ることができると思います。できるし、まあ、発動技からいくともうダッシュとの組み合わせで、まあ、空間がすごかったりもう一気に壁まで押し込んだり、はい、まあ、いろんな使い方が広がるっていうことですね。そうですね、本当にそこにプレイヤーの、うん、個性が出ると思いますね、うん、どういう、ヒートエナジーを運用していくかっていうところ。いやー、そうそう、これを攻略するだけでもかなりやりごたえがありそうだね。そうですね、うん、結構やっぱ人によってこう最後まで取っとくタイプの人だったり、うん、もうヒートになった瞬間にヒートスマッシュを打つみたいな人もいるし、ね、性格が出るんですよ。まあ、俺のキングみたいにヒート出すよ出すよってずっと見せかけてずっと出さないみたいな人もいる、ね、出さなくて終わっちゃう残念な人もいますね。まあ、僕は大体そうですね、はい、ですね。前キャラ共通で、付随しているこの効果みたいなところを少し触れてもらえる、はい、そうですね、ヒート状態中は、全ての、攻撃にこの削りダメージっていう要素が入っていて、まあ、体力見てもらえると分かるんですけど相手がガードした分だけ回復可能ゲージとして残る。これ結構削ってるね、はい、なんですごくこの削りを生かした、うん、まあ、攻めが重要になってきます。この削りのままで KO されることってのあるの？それはないです。ないよね。はい、で相手に、回復ゲージは、まあ、残してあげるというか、はい、残るというか、はい、なので相手も一応あのアグレッシブに攻め返せばさっき言ったようにこう回復、そうですね、体力は回復するんだけども、まあ、防戦一方だとこうやって削られっぱなしになると、うん、そんな感じですね。結構な量削ってるからこれ焦るね、はい。ヒートシステムの、まあ、発動中の効果っていうのが、まあ、あの共通のものとあとキャラ、はい、固有みたいなのが多分あったと思うんだけどそのあたりもう少し解説してもらえます。あ、そうですね、はい、冒頭に、バトルの目指す方向性で説明しましたけどもやっぱりヒート中はそのキャラクターの、個性や特徴を伸ばしたいなって思いがあって、例えばポールで言うとパワーキャラクターで一撃必殺みたいなキーワードがあるので、うん、まあ、普段ホールドすることで、ガード大幅有利が取れるような技がヒート中のみ相手のガードをまあ破壊するというかガードブレイクみたいな効果があって、うん、より有利フレームを取りながら圧倒できる、はい、そうです、うん、でまあ、逆に、ローは、まあ、スピードのキャラクターで手数が多い、うん、ラッシュキャラクターで今回は、ヌンチャクを持っているっていう点で、うん、ヌンチャクの攻撃が非常に強化されるという特徴があります。そもそもヌンチャク自体が強いのにね。そうなんですよ、うん、今回からヌンチャク持ってて結構強いのに、うん、さらにヌンチャクが強化されるっていうような効果があって、まあ、ヒート中のみ、ヌンチャクの攻撃を当てると、うん、いきなりあの普段はダウンするような、リアクションが出るやられが、空中コンボ指導のやられに変わるっていったような特徴があるのでかなり、強くなってます、うん。でまたあの原さんあの使ってもらえるのとキングは、はい、まあ、プロレスだし、うん、今回筋肉推しなので、なるほど、一時的にそのヒート中は、うん、まあ、その走る新アクションが追加されてるんですけどもその新アクションがパワークラッシュ状態になってもう相手の攻撃を受け止めながらジャムとか食らうぐらいだと全然突進しちゃうと、はい、もうそんなのは関係ねえって感じで突進してきて、二択を迫るようなことができる、できるという要はあの各キャラクターごとにまあ効果があるんで、まあ、その辺は今後いろいろ情報を公開していくので、まあ、お楽しみにって感じですね。各キャラクターごとにそういうのが用意されるね。はい、キャラクターの個性だったりその
入力によって強化される点が伸びてくるっていうような調整を今、行っております。なるほど、はい、キャラクターのもうこう攻め方の特徴だったり遊び方の特徴だったりに合わせてやるということ、はい、ですね。なんで、本当ヒート中はいろんなことができるようになるし攻め方にもバリエーションが出るのですごい楽しくなってます。こうヒートを発動されて、はい、こうガードする側は割とね削れたり押し込まれたりですごい、まあ、もちろん不利になってるわけだけど、うん、これやられてる側の視点からするとこう、 うまく反撃とかできるポイントとかなんかあるのかな。まあ、そもそもで言うとその技の有利フレームとかそういうところは変わってないので、うん、まあ一旦ガードしてやり過ごして自分から手を出すとか。なるほど、まあ差し込んちゃんと差し込めるところで差し込んでいかないと、はい、様子見ばっかりしてちゃダメってことね。様子見ばっかりすると削られてしまうので、うん、まあ、なるべく手を出すか、うん、まあ、今回そのパワークラッシュも強化されていて、うん、割り込みに使いやすくなっているので、なるほど、相手のこう 手を出してくるのを読んだらパワークラッシュを出すとか、うん、なるほど、まあ、そういうのもおすすめなので、まあ、お互いに手を出す瞬間は、うん、増えるようになってます。パワークラッシュは強化されているというのは結構ポイントだけど、まあ、パワークラッシュのシステムとしてはこう相手に技を食らいながら自分も出すので、はい、まあ、ダメージ被弾覚悟だよね。そう、ある程度のダメージは覚悟だけど削られっぱなしよりはいいから、はい、それでも相手に割り込んじゃうってことだよね。そうですね、あの被弾覚悟なんですけども、うん、鉄拳7との大きな違いは、うん、受け止めたダメージが回復が、うん、可能ゲージとして残るので、る、ただただ食らうだけじゃなくて、あとからそこかを起点に反撃していけば、はい、その分は回復で戻るだろうから、はい、また攻めれば戻ってくるんで、ね、割り込みやすくなります。そうだね、お互いやっぱりしっかり手を出す方がやっぱり有利になってる、はい、これもコンセプト通りなんですね。そうですね、ただまあもちろんそのバックダッシュや横移動といったような防御行動も有効なので、まあ、手を出して切り返すもよし、まあ、今まで通りガードしてバックダッシュ横移動で様子見するもいいっていうのは本来の鉄拳の、ね、うん、いいところはちゃんと残してます。なるほど、まあ、従来通りのテクニックでもいけるし、はい、まあ、今回強化されたところを使って差し込むのもいいし、ね、ですね。なんで防御する側は一時的に、うん、まあ、不利な状況にはなるんですけど、まあ、当然そうなりますわな、うん、まあ、1個の攻防をしのげばあとはその手を出したり、うん、自分が防御行動をうまくすることで敷き直しもできるので、はい、まあ、そこは安心してもらって大丈夫です。なるほど、はい、今回ねまたコントローラーのねこう遊び方のスタイルみたいなところが、少し新しくなったみたいなのでそこを説明してもらえますか。はい、まあ、今回、コントローラーのスタイルを、2つ用意しています。うん、1つは、まあ、従来の鉄拳操作、まあ、アーケードスタイルという名前をつけてますが、これは当然だよね。当然、はい、できるようになっています。でもう1つが、鉄拳7の時にあった、簡単コンボ、アシストっていう機能を融合したスペシャルスタイルっていうものを用意しています。うん、これどういうものかっていうと、各ボタンに、そのキャラクターの、おすすめ技が設定されていて、うん、まあ、その攻撃をボタンを押すだけで、うん、アクションゲームみたいな感じで遊べる、まあ、あのおすすめ技がこう割り当てワンボタンで割り当てられるって機能までは鉄拳7にあったじゃん、はい、あれだけじゃないってことだよね。つまりはい、今これが何も出てないので、うん、アーケードスタイルの操作になっていて、まあ、こうやって好きな感じで技を出せます。うん、もちろん。で、L1 を押すと、まあ、こういうふうに、はい、これがスペシャルスタイルのユーザーインターフェースになっていて、うん、得意技、うん、空中コンボ、うん、パワークラッシュ、うん、下段攻撃、うん、ヒートバーストみたいな感じで、まあ、それぞれのボタンに攻撃がアサインされています。なるほど。で、四角ボタンはさっきから説明しているヒート発動技になってます、うんうん、こんな感じでヒートを発動すると、はい、で R1 でヒートスマッシュが、うん、まあもちろんここはね、はい、簡単にできる。で、まあ、特徴的なのはあと空中コンボはこの三角ボタンを連打することで空中コンボが決まるようになってます。なるほど、つなげてくれる、はい、でこれも実は1個ではなくって、うん、三角の後に四角を連打すると違う空中コンボは出る。なるほど、あの鉄拳7だとこう一応こう各キャラの特徴的な技が4つボタンに割り当てられて、
それをこう左から順番にこう押していくと一応空中コンボになるよってなってたけど、まあ、今回ワンボタンでこういうにつなげれるし、しかも違う種類も選べるような。そうです。違う種類のコンボが、うん、なるほど、そのボタンの組み合わせによって例えば三角を押した後に丸連打するとまた違う、また違う空中コンボ。ああ、いいですね、うん、はい、でさらにそのキャラクターの状態によってこの空中コンボが変化します、うん、はい、例えば自分がヒート状態の時には、うん、三角ボタンを連打すると自動的にヒートダッシュを使った空中コンボをやってくれると。すごいねこれね、はい、これ誰でもこれができるっていうのはすごいね。そうです、うん、はい、まあ、ここがかなり特徴になっていて、うん、普通にヒート発動技を使って遊んだり、その空中コンボをボタンの組み合わせによって、連打するボタンを変えることで、まあ、本当に鉄拳の醍醐味の空中コンボ、いろんなバリエーションでキャラクターが決めてくれるっていうような特徴があります。で下段攻撃とかも、はい、まあ、わざわざレバー入れなくてももう。そうですね、はい、下段攻撃もちゃんとその下段キャラクターに合わせた下段を出してくれるってことかな、はい、そうですね、なんていうんですかね、駆け引きの基本になるようなものが攻撃のセットに入っていて、うん、相手のこう立ちガードを崩すにはまず丸ボタンの下段攻撃を決めてみましょう、うん、とか相手が手を出してくるようだったらパワークラッシュ、×ボタンですね、うん、割り込みましょう。で自分から攻撃を仕掛けるときには四角ボタンのヒート発動技を当てて、この空中コンボの三角ボタンを狙ってどんどんダメージを奪っていきましょう。こんな遊びが可能になってます。なるほど。じゃあこれ鉄拳7の時にあったみたいにこう、ね、簡単割り当て技みたいなシステムあったじゃないか、はい、あれはこう行き来できたでしょ、リアルタイムにゲームの中で行き来できるのかどうかを。はい、もちろんできます、ね、今ここアーケードスタイル操作しておいて、うん、まあ、ちょっとやっぱりまだ、キャラクターの技が空中コンボ分かんないとか、どれ使ったらいいんだっけって時にはこう出して、このヒートタイマーの使い方が分かんないって時はそれにして、はい、このガイドボタンというか、そうです、それを連打すればこうできちゃうよとですね。なんで、まあ、イメージ的にはこう自転車の補助輪的な感じで、うん、スペシャルスタイル操作で慣れてもらって、まあ、ちょっと自分でも、切り替えてアーケードスタイルで練習してみようかみたいな感じで、補助輪をつけたまんまのプレーと外してプレーを動的に切り替えながら遊べるっていうのが、まあ、今回のスペシャルスタイルの、まあ、特徴になっています。まあ、でも中上級者ぐらいでも割とうまく組み込んで使えそうだけど ね、はい、新しいキャラやるときとか、ね、うん、まあ、確実にやりたいとかは、はいはい、ピンポイントで使えるから、まあ、割と幅広く初心者から中上級者まで使える仕組みかなと思うけどね、はい、うん、でまあ、例えばその状態によって空中コンボが切り替わるっていうところで、まあ、ヒート状態かつレイジ状態だと、うん、まあ、かなり、テクニカルなコンボができるようになっているので、うんうん、それも今ちょっとお見せします。なるほど。もちろん例えばバーサスモードとか、はい、まあね、今もうストーリーモードあるよって言ってるけど、ストーリーモードだったりそういう他のモードだったり、例えばみんなが気になる、ね、オンラインの対戦、うん、オンラインのランキングマッチとか、まあ、普通のプレイヤーマッチとか、はい、ああいうとこでももちろんこれは使えるのかな。もちろん使えます。なるほど。基本的にはやっぱりそのキャラクターを、まあ、上手にかっこよく操作するために作ったので、うん、まあ、ストーリーモードのようにいろんなキャラを操作するところでもすごく役立つ機能ですし、うん、対戦で、まあ、これだけ使っても楽しめるように作っているので、なるほど、まあ、VS モードであろうが、うん、まあ、オンラインの対戦であろうが、特に使用制限は設けてないです。なるほど。それはいいね。なんかかなり、はい、かなりいろんなキャラも楽しめるし、いろんなこう腕前の人がこう幅広くいろんなモードで、まあ、遊べるな。そうですね、より、まあ、対人戦に臨みやすくなっていると思うんで、うん、自分はスペシャルスタイルで出てみようかなみたいな、うん、まあ、そういうプレーもできると思います。そうね、それで大会とかもある程度ところまでいける可能性はあるね。そうですね、うん、だから全然その、うん、上手くなるまではこっちの方が、うん、強いなみたいなところが実感できると思うので。なるほど。まあ、しばらくはそっちでやっといて、まあ、ある線からはもう、はい、壁にはぶち当たるだろうけど、でもそこまでの確かにこうブーストって意味では、はい、結構いいシステムだよね。はい、うん、
そこは結構、しっかり考えて設計しました。はい、いろいろね、こう細かいところ含めて、皆さんに説明してきましたけど、まだまだこれ開発実は途上というところでね、はい、まだまだかかりそうかな。まあ、やっぱりやるからには本当に、まあ、最新作が一番最高に楽しい鉄拳でやりたいと思ってるので、うん、本当に、開発メンバーが毎日ですかね、本当死に物狂いで、まあ、いろんなものを詰め込んで調整をしていて、本当にアグレッシブに攻めの姿勢で開発してるんで、まあ、その早くプレイできるように頑張りますので、まあ、これからも応援よろしくお願いします。そうですね、どこかでまた皆さんプレイ、ね、早めにしてもらえる機会を設けたいなと思っていますので、それを期待しててほしいのと、開発まだかかるということだったんで、鉄拳7のシーンも、ね、まだ続くので、ぜひ鉄拳7の方も楽しんでいただければ僕らの励みにもなると思いますので、そこもよろしくお願いしますということで、今日はこの動画は、締めたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。